七宝焼きはガラス質の釉薬によって金属の素地に描く焼き物です。描く模様のアウトラインに細い線をアウトラインと同じように立てて、そこに釉薬を入れていくんですね。隣と隣の絵の具が重ならないように仕切りをつけて焼き上げていきます。釉薬を刺して焼き上げていく作り方を釉線七宝と言います。日本に七宝の産業がもうほとんど残らないんですね。今現在、明治期にあれほど盛んであった京都七宝という生業も失われています。今日本で産地として七宝が残っているのは愛知県の七宝町だけとなってしまっています。後ろの柱絵なんかが映るけど、これはみんなコンピューターで処理されるわけですか？七宝屋を始めたのは1880年なんですが、それ前江戸時代にはキセル屋をやってまして、ちょうど名古屋の町の旧町の真ん中でキセル屋をずっとしてまして、で1880年に七宝屋に変わったと。それから今まで約130年仕事をずっとしております。商売ですから会社が利益上げなきゃいかんわけですよね。ボランティアでやってるわけではないわけですから、だから職人が自分が作りたいものばかりではなくて、多少どうかなと思うものでも作って、それで利益を上げて、そしてその上がった利益で昔ながらの伝統、いわゆる職人が作りたいものを作っていく、そういうことをしないといかんと思いますね。